立憲民主党福山哲郎を知り滅裂に緊急事態宣言で、立憲民主党の福山さんが7日にツイッターにて緊急事態宣言の再発令をすべきではないのかと主張した5時間後に緊急事態宣言下のオリンピックが現実になってしまった最悪のシナリオだと主張してしまいました。福山さん、緊急事態宣言を出せと要求しており、 その最悪のシナリオを福山さんが自ら望んでいたことが確認されてしまっておりますが、この福山さんの主張、かなりひと事になってしまっておりますけれども、そもそも緊急事態宣言については、国会も関与しており、福山さんには宣言の当事者の1人であるという自覚が全く足りていないように見えます。 このような私利滅裂な批判のための批判を繰り返してしまっているため、立憲民主党などのおかしな野党の皆様は国民から支持されないという現実を重く受け止めるべきでしょう。今回の緊急事態宣言、東京都においては感染者が増えてきてしまっておりますので、 仕方がない面もあるものと思われますが、ぜひとも立憲民主党の皆様には、まあ、こういった緊急事態宣言について、今後はワクチン接種が進んでいけば、感染者がある程度出ても、医療体制は逼迫しづらくなるものと思われますので、政府、与党とも連携し、宣言の内容の見直しなどを 要請していただいてまあ、このような尻滅裂な批判ではなくてぜひとも国民のために事業者の皆様のためになる建設的な議論を国会で行っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました